残り4戦で、12ポイントになってて、まあ、本日7戦目なんですけど、もう必勝をしていかないと結構難しい状況なんですが、まあ、自分はもう本当にやるしかない状況にもなってますし、まあ、もうやるつもりなので、まあ、本当に頑張って、もう黒馬に在留できるように頑張ってきますので、本当に応援の方よろしくお願いします。